よし。よし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 。よし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 。もうそろそろ最後じゃないかな。多分そうだよね。じゃあ、アンティルドーンの10回目、始めていきます。再開。確か、ジェスが生きてたんだよね。これサムだね。サムが登るところからスタートですね。そう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 。そうそうそう、思い出した。ああ、いきなり選択肢？どうしよう。飛び越える？飛び越えるってどういうこと？飛び乗るじゃないんだね。飛び登ろうか一回。え、ちょっと待ってよ、怖いな。これ選択肢がまず怖いんだよな。よし、いける。ああ、三角。いけた。バツ。いけた。ほら。ああ、登る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 、もう一回登る。ああ、三角。四角。何来る？何？ああ、あ、いけた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 。ああ、バツ。あー、飛び越えろ飛び越えろ、もうダメ、飛び越えろ、行け行け、四角四角、あー三角、うわー、ドキドキする。なんかあるの？他にもドキドキするんだよ、このシーンが。あ、すごいな。油断したら来るぞ、いきなり。なんかあー、なかったね。よし、よかった。サムは何だっけ、何してたんだっけ。ちょっと待ってね、ちょっとお酒飲もう、お酒。ちょっと待って、あーあー酔ってかないとね、ちょっと怖いからね。いやー、なんかいきなりあるね、これ。調べてみる。ちょっと下に降りるは違うな、まだ早いわ。下に降りるのは手前行こう、手前見て。あ、何？ないか、なんも。奥行こうか。あー、下に降りる。あ、上にも上がれる。ちょっと先奥行こう。これなんだろう。はあ、うわ、怖。なるほど。何、なるほどって何が。え、サムって何してたっけ。サムってマイク探してたんじゃなかったっけ。あの、みんなで行ってで、なんかみんなで行ってて何してたかな、覚えてない。はぐれたっけ。はぐれた覚えあんまないんだけどな。あれ、ちょっと待って、下に行く道と上に行く。嘘でしょ。最悪、戻れなくなった戻れなくなった。うーわ、やばいんだけどこれ。ちょっと待って、ボリュームを少し落としとこうっと。よっしゃー、怖い。何？え、落ちないこれ。橋は、橋落ちない。どっち行こう。あ、でもなんか前通れない気がするな。行ってみようか、前さ、とりあえず。よしよしよし、こっち行ってみよう。あ、通れるのね。俺通れんかと思った、あれ。くっそー。あー、なんか、あ、通ってもう一度、通ってみよう。これ見よう、重要。行くよ、はい。あー、サムがなんか殺されたぞ今。誰か、誰かというか、あの、あいつに。え、嫌なんだけど、サムちゃん、サムちゃん助けたい。うー、怖いな。何なの？何なの？え、これ行かない方がいいでしょ、絶対。うわー、やだな、サムちゃん。サムちゃんってなんかサブちゃんみたいだな。北島サブちゃんみたいな。いやー、怖いな。うわー、サムだけは助けたいな、なんか。あー、こっちだよね、多分こっち。違う、うわー、バツバツ、危ない危ない。三角三角、やめて。サム多いわそういうの。あー、しんどい、いきなりしんどい。え、なに。あ、乗っと、持っとこ持っとこ持っとこ、そういうの重要だよ。なになに、なんでそんなまじまじと見んの。普通のもんでしょそれ。あー、よし。うわ、音が不気味。降りるの？下に降りるよ。あれ、降りれない降りれない。なんでなんで。もう一回行こう。こうちょっと離れなきゃダメか。よーし。うわー、あれ怖かった。怖いな。こっち何？
こっちなんもない？なんもない？うわぁ、ちょっと慎重に見とこう。なんかね、サムちゃん助けなきゃだからね。今んとこね、マットはどうなんかわかんないけど、あ、結局ね、まだ今んとこ、行ってんの？おー、マイク！あー！マジか！あ、それあかんぞ！あー、待って！あー、待って、動かないで、動かないで、足、もう一回、待って、下向かない、下向かない、足、危ない、おし、あー、心臓止まる。はい、閉めて。大丈夫って？生きてるかってこと。怖、この通り。危なかった。ここで何してんだ？ウェンディゴのこと警告しようって。ウェンディゴね、うん、遅かったな。だね。化け物の住処を探すとするか。いやー、これまでのあらすじ。ふう。あ、マットだ。そう、マットいたね。エミリー。お、マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら持ってるはずだ。いない、遅すぎたんだ。静かに。炭鉱の中に連れ込んだのかも。待て、動くな。あ、回廊者の人。おい、嘘だろ。何なんだよ。鍵を取ってくる。奴らの寝室からな。そしたらみんなでここを脱出しよう。そうだね。あ、やばいね。やばいよね。で、俺助けた今。うわ、気持ち悪。はい。化け物の住処を探すとするか。これまでも首を落として倒したはずなんだけど、落ちずに死んだってことあれかな。もしかしたら結局燃え尽きて死んでたパターンかな、あれ。うわ、パクパクしてる、パク。金魚みたい。この人は何だろう、結局。よくわかんない。ん？今まで行ってきたセッションの全てが。もうゾンビ化してるよね、この人。私の言うことを聞かなかったおかげで、このざまだ。私はもう行くよ、ジョシュ。そのわがままで、実に愚かな思考で、想像しうる今日。こんだけボロボロなのにネクタイピンつけてるわ。ということをいい加減に学ぶべきだ。あれだけたくさん人々に愛されて支えられていたのに、君は自らみんなを押し合ってしまったんだよ。うん。孤独が削る。椅子綺麗だね。そう長くはないかもしれないがね。孤独もすぐに終わるはずだ。あれ、服のボタンかけ間違えてない、この人。あ、合ってるか。合ってた。何、ジョッシュどうしたの？よせ。どっからスタートなんだろう。よせ。ダメだ。よせ。うん？二度とごめんだ。来るな。完全おかしい人になってるね、ジョッシュは。俺に近づくな！いや、お前は死んでる。怖い、確かに怖いって。死んでるんだ。去年の。黙れ！そんな、お前は死んでる。でも確かに妹二人がね、亡くなったら頭おかしくなってもあるかもね、本当に。お前に命令されてたまるか。それはお前の指図を受けない。もう、ジョシュは結構かわいそうな人間なんだよね、実際。このこういう人たちの怖いのってさ、俺ジョッシュいじんの？ジョッシュ操作すんの？うわ、ジョッシュか。あ、そういうパターンもあるんだ。あー、ジョッシュ、びっくりした。今右行った瞬間来たよ。二人きりだったの。やめろ。ゾッとするわ。やめてくれ。やめてくれ、ほんまにやめてくれ。
え、俺今右行ったら、ちょっと待って、見たくない、見たくないよ、行くよ、でも右に、あー怖い、あー、今はあなたも一緒、家族でしょ、俺に近づくな、マジで怖いんだけど今回。どうして助けてくれなかったの。いや無理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 、どうして見殺しにしたの。見殺しになんて、本当だ、ちょっと待って、え、俺逆行き、え、俺右見たいんだよとりあえず、でも右絶対現れるんだけど、まあ、右行ってみるか、怖い、やめてやめて、あー、なに、は、あー四角パンチ、うん、どうして見殺しにしたの。わあ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 、ゾッとする、うわあ、え、終わり、助手操作早っ、え、死んだ。うわあ怖、妙なものを見たんだ、あ、何を、あのウェンディゴ、傷が、ウェンディゴだから、前にも見た、それどういうこと、同じ傷がある人の古い写真を見かけたんだ、しかも彼はウェンディゴに変身していった、嘘でしょ、50年代の落盤事故で閉じ込められた作業員だ、少なくともあいつは、あ、そうだよね、作業員がウェンディゴに変身してんだよね、結局は、老人にしては元気だね、奴らはここで殺し合った、奴ら、つまりもっといるってこと、そうだ、うん、どのくらい、たくさんだ、たくさん、いや、やばいな、え、助手操作本当終わり、今ので、なんだ寂しすぎるでしょう、なんだか急に、ちょっと後ろから見とこう、こういうのはね、前行くふりをして後ろになんかあるパターンだからね、こういうのは絶対にないか、ないでござるか、あ、こっち来たとこだな、来たとこ来たとこ、登れんな、しかも、じゃあ、なんもなし。いやー、今、助手のやつ、久しぶりに俺震えたんだけど。うわー、怖かったなぁ。あー、ハロー。ハロー、せいさん、ハロー。ベルさん、こんばんは。あ、仕事、今日も仕事だったんですね。大変ですね。日曜日ですよ、今日。いやー、しかも大雨ですしね、今日。なになに、ここ降りる、いや、ちょっと待って、降りる前に何かある、手前に、手前にあるぞ、こっち、あ、あ、何かある、当店もある、保護色だなこれ、はい、燃えてる、家が燃えてる、いやー、せいさん今日バトルフィードやってたよ、朝、朝昼、うん、あ、いたわいたわ、挨拶したわ、これ入った方がいいかな、ちょっと向こう行こうか、とりあえず、あー、飲食店なんですね、僕逆に飲食店関係に関わる仕事をしてるんで、逆にもう飲食店の人には頭上がらないですよし、これ取ろう、よし、見よう、ベース、手がかりを発見、おー、ね、でも手がかり発見っていうか、あ、ベスの骨、さっきのは、マイク、うわー怖い、これベスのだ、ベスの時計、ベスの時計見つけたよ、見せてみろ、見て、墓標の跡がここに、ここに埋められたのか、誰が掘り起こしたの、あ、ベルさん、そうですよ、そうですよ、厨房機器系のメーカーなんで、あ、頭上がらないですね。あー、こんばんは、ポンタさん、こんばんは。
もうあそこ入るしかないね、水の中。でも水の中絶対いるよね、なんか。いやー怖い。わかった。入るよ。入りましょう。さあ、大丈夫だ。本当に？怖いね。生きてるだろ。本当に生きてんの？怖いですよ、これ。あ、ベリさん、そうです。そう、厨房系なんで、どうしても外食産業様には。ちょっと待って。怖い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 。早いって。マイク早いって。レディーファースト、レディーファースト。でもこういう時どうだろうね。レディーファースト生かすのもなんかおかしいしね。レディーには後についてこさすのか、先に生かすのかって難しいとこだよね、これ。何どうしよう、なんで止まってんの、なんで止まってんの。早く行ってよ、早く行ってよ。早く。怖い。よし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 、大丈夫これで。ああ怖いっす。なんだこのカメラワークは。あ、ここ、あ、ちょっと待って、ここ行く前なんか調べよう。怪しいよねこういうのは。あるでしょ、なんか絶対に、絶対にあるよね。ちょっと邪魔しないで、マイク邪魔しないで。こっちないか、ない、入ろう。うわー入りたくねー。え、うわー、え、なに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 。おい、え、あれ、おい、あーえ、びっくりした。あ、来てる来てる来てる、閉めて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 って。あ、そうか、これ日本語版だから表示されないんだ。日本で売ってるこのゲームってだいぶグロいとこカットしてるらしいんですよ。だから死体とかの映像とかもだいぶ消してるらしいですね。そういう時はこの暗転になって見えなくするらしいです。待て、何何何、待て、何か見えたぞ。あ、だってそうだよね、サムの手とかいろいろ血だらけだもんね。あ、ジョシュ、ジョシュ、あ、ベルさん、はい、了解です。女子は頭おかしいよ、女子。お前に指図は受けないんだ。もう女子は救いようないよね、でもこんな感じだったら。信じるよ。どうしたどうしたどうした。おお、びっくりした。やりきってるんじゃねえか。ああ、やっぱね、頭おかしくなってるよね。マイク、ジョッシュ、しっかりしろ。ぶたないで、ぶたないでくれ、頼む。しょうがなかったんだ。いやー、ポンタさん怖いですよ、このゲームは。戻らないのかと。ほら、さっさとここを。でも面白いんですよ、ストーリーが。あなた、ケーブルカーの鍵持ってる？ああ、持ってる。ああ、よかった。いやー、ほんと頭おかしくなった人ってこう、紙一重だよね。なんだったかな、世界にはなんか21人格ぐらいの持ち主とかいるらしいですからね。全く別人の。女子があそこまで登るのは無理だ。じゃあ手伝って、私が戻ってみんなに知らせてくる。そうだな。ちょっと待って、俺これ落ちそうな気がする、登るの。気をつけろ。あなたもね。え、な、何登るの、マジで。ちょっとボタン出てきそう、ないか。よし行こうぜ、クソったれ野郎。クソったれ野郎。あ、え、何、見えない見えない見えない、何何、でも動いてる、どういうこと。あー、びっくりした。あ、なんかそっか、グロいシーンをカットしてんだ、見えないように。黒あん操作しにくくね。ちょっと待って、そのさっきは俺助手操作だ。ちょっと探検したよねこの辺。助手なんか足遅いな、ダッシュ使っても遅いんだけど。なんかあるよやっぱり。あー、トーテム、なんだろう。行くぞ、はい。あ、家で襲われて、なんか待ってたな、待ってるとか見てたな、傍観してた。あのウェンディゴだったっけ、ウェンディゴに襲われて傍観してた。戦ってはなかったね。まあ戦っても勝てないか、あんなの。しかもなんか後ろとかにもいなかった。だからなんだろう、戦わない方がいいってことなのかな。幸運のトーテムだったよね確か今。待って、
もうすぐ案内人っぽく行くじゃん。こっちでしょ、こっちないか、なんも。ごめん、合ってたわ。マイク行こう。いやー、助手捜査か、面白いな。でもこれはでもあれか、助手、あ、でも助手はあれか、選択肢として今まで死ぬ選択肢なかったか。確かに。じゃあ今から死ぬ可能性はあるね、女子は。本当に最悪な選択肢を選んでいくと8人全員死ぬらしいですからね、やっぱり。うわー、怖いな。今日ちょっと涼しいしな。涼しい上に怖いな。あー、ここさっきのとこじゃん。もうやだわそれ。何、どうしたらいいの俺。これ絶対襲われる。飛び降りるよ。マジでマジでマジで、どうしようどうしようどうしよう。冷たいよね、冷たいよね。あー、ちょっと早く、待って待って待って、怖い怖い、ここ怖い、ここ襲われる、絶対襲われる、絶対襲われる気がする。早く行こう早く行こう。なんか絶対おかしいもん、このタイミング。早く早く早く。襲われ方変じゃね。ああ、おいは現実じゃない、存在する。これは存在する。マジ言ってんの。あ、何あれ、バタフライハンナ。あー、やっぱそうなんですよね、ポンドさん。うわー、マジで。うわー、女子がまた連れてかれた。連れてかれた、殺された、なんかわかんないね今。あー、マット久しぶりじゃない、登場。なんかエミリーを見捨てて以来な気がするけど。ライト取ろう。ライト取ってランタンつけよう。はい。いやー、結構キャンプとか好きでキャンプ行くんですけど、うわー、あー、間違えた。ボタン間違えた、慌ててすぎて。マット、なんで殴られたの。ごめん。マット、会えて嬉しいよ。ああ、よかった。びっくりした、びっくりした。今ゾンビかと思った。ボロボロすぎてゾンビかと思った。大丈夫、間違えた、ボタン一瞬。大丈夫って何が。あー、でキャンプ行くんですけど、こういうランタンね、やっぱ雰囲気作りにこう買ってくんですけど、買うとか、まあ持ってるんですけど、最近こういう火のタイプのランタンってないんですよね。 LED タイプしか、時代ですよね多分。何、ごめん聞いてなかった。伝える、他に誰かいる、質問する。何があったんだ、どっちだろう。でも普通にマイクじゃない、マットの立場だったら、大体ジェスが行方不明になったのも知ってるから、何があったんだだよね。何があったんだ、ここにはどうやって。確か知ってるよね、マイクと二人で。誰がどこまで知ってたかよう覚えてないんだよね。そしたら基本全部自分で操作するからね、分かんなくなるよ。分からない、ただ窓のそばにいたら突然ガラスが、あれが雪の中にいた。あれは一番もう衝撃だった。あれはもうやばかったね。私は最初のやつね、襲われたやつ。もういや、もう顔が怖い、顔が怖い。さあ行くぞ、さあ行くぞ。いやー、一緒に行くのなんか怖いんだけど、この人変身したりしないね。このゲーム怖いですよね。いやー、僕も1話やった時に後悔しましたもん。これは始めてしまったと思って。これはいけないか、こっちはいけないな。でもなんかストーリーを見ちゃうと怖くなくなっちゃう可能性があるんで、なるべくこれはもう見ないようにしたんですよ。あ、こっちなんだろうな。だからなおさら怖いんですよね、知らないからっていうのが。あれを見ろ。何、落盤があったんだ。あ、落盤ね。あ、繋がってきた。え、絶対一人でできない。通り抜けて落ちたの。あー、確かにできないかもしれないですね。マジかよ。さらに深夜とかにやったらもう死にますよね。これ通信塔ごとここに落ちた。通信塔ごと落ちた。特に何もないな。
怖いな、マジで怖いな。ジェスが雰囲気悪いんだよね、この人が。なんか怪しいんだよな。手前側、あ、なんかある、トーテムある。よし、こういうのはね重要だから。何のトーテムだろう。はい、え、マイクっぽいのね。マイクが燃えてた。悲劇のトーテム。え、なんだったっけ、ハリーポッターに出てきたのは嘆きのトーテムだったっけ。なんかあったよね、ストーリーで。ポンタさん怖い。あ、でも今まだもうちょっとマシなのが、最初の時は殺人鬼と幽霊と、この今出てきてるウェンディゴみたいなやつがいろんなやつに怯えてたんですけど、今はだいぶ問題が解決して、このウェンディゴに結構注意を払っとけば大丈夫になってきたのかな。だいぶ怖さ的にはマシにはなってきました。ただまだ怖いですね、さすがに。あれ持ってきた、なんか声聞こえるんだけど。こっちなんもない。っていうかジェスの歩き方よ。え、なに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 、え、先に逃げよう、先に、先に逃げよう。隠れる、どういうこと、先に逃げようと隠れて。え、置いてくの、頼む、なあ頼むよ。え、あ、やばいやばいやばい、俺置いてっちゃった、置いてっちゃった、ジェスを。ミスった。あー、そんな、あ、あ、これ多分グロクでカットされてるシーン。ってことは俺今の選択してジェス殺しちゃった。そうだろう、走り続けよ、突き破るじゃん、走り続けよ。やばい、マットまで死ぬこれ、やばい。あー、バツ、あー、うわー、ちょっとジェス、うわー最悪、せっかく生きてたジェスを。あ、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 やばい、サムやばい、サムやばい、なんか急に押さつきそう、押すボタン来るぞ。あー、ナナコさんこんばんは、マチマチだ、相変わらずのマチ。え、飛ぶ、登る、飛ぶ、登ろう、のどっち行こう、登ろう、一回安全に、安全に行こう。あー、三角、危ない危ない危ない、近く、やばい、俺ジェス殺しちゃったなあれ。飛ぶ飛ぼう飛ぼう、もう飛ぼう、我慢できない、三角、近く、バツ、三角、早い早い、近く、早い早い早い、あ、いけた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 、あ、ふう、あ、怖、この雰囲気怖いな。うわー、ちょっと待って、俺ジェスマジでつらつらす。ジェスだって何気に美人だもんね。こっちはないか、サムと肩を並べる美人だよね。これ左と右どっちだろう、なんか地味にこういう選択肢あるんだけど。うわー、どうしよう。あ、繋がってる、繋がってる、これ、あ、繋がってるね、繋がってますね。ここはバーですね。ここバー、バーにな、ポンタさんのバーになっちゃいましたね。左、左のルート行こう。でも、左行った後は、右のルート行こう。戻るっていう。戻ろう一回。一回戻ろう。怪しいからね。なんか置いてた時に調べてなかったっす。ああ、やっぱこういうことがあるんだよ。うわ、おしゃれな形してんな。はい。なんでしょうか。うわぁ！っていうかさ、警告のトーテム。絶対ウェンディゴと、ウェンディゴをさ、家の中にやってくるね、このパターンだったら。ヒントが何個かあるけど、ウェンディゴをやってきて、マイクは燃えて、サムだっけ？サムは傍観してた。傍観してたのかな？とりあえずでも、見てたよね。近場で。こっちしかないね。でも何も調べるもんあれしかなかったね。うわー、まあ、多分最終回近いんだろうなこれ。いや、ジェスが登場してまた殺されるっていうので、もうなんかねえ、あ、飛び降りる。
きっと来る。あの番組でもなんか地味に怖くないですよね。なんか謎すぎてたまに理解できず終わっちゃいますよね。本当にあった怖い話って、え、何があったのみたいな感じで終わっちゃいますよね。なあ、こういうの怖いんだって。うわあ、うわあ、ああ、やめてやめて。うわあ、ない、何もなかった、びっくりした。いけるいけるいける。何こっちは、こっち何、何もない。ああ、怖いよ。早く登ろう、早く登ろう。這い出す、這い出すなんだ。這い上がるじゃないんだね。うわあ、夜が長い。え、カルアミルクあるんですか、カルアミルク。ご予約ですか。あれ、予約掲示板になってる。ななこさん、そうですね、あのバー予約したらいいんじゃないですか。300人記念でバー予約を。あー怖いよ。あー、よし、これは大丈夫。人的怖さは大丈夫、人的怖さは。まああれも人か、でもウェンディゴも人だな、言うても。あ、戻ってきたね。ここ女子をかくまってたとこだよね。あれ、俺操作してない、俺操作してない。あ、なんか嫌な予感する。走れ走れサム、走れ。うわ、なんかちょっと待って、いきなり、ああ、いきなりなんかボタンとか出るよね、絶対殴るモーションとか出るよね。ちょっと待って、え、なに、急げ。まず、危ない、見たかった。あ、家帰ってきた。あ、これついてくるやつか。ねえ、開けて。ねえ、開けてってば、いるでしょ。入れてよ。あ、やばくね、これやばくね。ああ、びっくりした。大変。めっちゃ使い切ってるマイク。ここにいたらもっとひどい目に遭う。急ごう。割るのね。えい、取れや。よし、簡単に割れるな。マイク、女子は奴らに。これでもさ、マイク燃えてたよね、ここで。マイク助けたいんだけど。やばい、マイクはね、一番いいやつなんだよ、実は。地下を調べてみよう。まだ誰かいるかも。地下を調べんの？地下調べんの？地下ってどっち？どっちよ？わかんないよ。地下の行き方わかんないけど、なんかこの辺もさ、探索できるってことはちょっと調べといた方が良さげじゃね？ここ見たっけ？これ見たな。これは見たな。地下多分さっきの階段からだよね。ここは開かない。いやー、貞子怖いっすよね。トラウマですわ。あ、こっちの部屋何も使ってないな、そういえば。こっちの部屋最初の1話で来ただけかな。何もないね。でもなんか今更になって歩けるのってなんか不自然でしょうがないね。メッセージはありません。メッセージないよね。あったらおかしいもんね、今頃。ないか。うん。ちょっと警戒しすぎかな、これ。警戒しすぎか。動けなくなった。BGM がないのが怖いんだけど。行くか。あれ、2階も行けるのか。2階な。でも2階時間かかりそうだな、探索。やめとこう。やめとこう。もう、下行っちゃおう。下に。警戒して。いや、多分大丈夫じゃないかな。きっと、マイクだけは助けたい。何があってもね。こいつほんといいやつだから。マイクと誰だろうな、助けたいの。マイク以外でもそんなにないか。マイクはとりあえず助けたいけどね。生き延びる確率はどのぐらい？考えないようにしてる。
何逃げて、逃げて、走れ、何、ドア閉めよう、とりあえずドア閉めよう、あー、ナイス、おー、危なかった、俺今間違ったことだけ選択しよう、早く早く、ドア閉めようがよかった。あ、でも閉めると無理だったよな、絶対。何、あ、これ動くなとか出てくる、ぞ、ちょっと待って、コントローラー動かさない準備しとかんと。あーあ、これ動くな、モーションだわ、やばい、ちょっと待って、俺苦手なのこれ。ちょ、喋らないようにするわ、ちょっと動いたらやれたから。あ、やばい、足ベリだ、足がやばい、足が。ちょっと今コメント見れない、ごめん、今コメント見れない。怖かった。動いちゃダメ、もっとダメだよ、動いちゃ死ぬよ絶対これ。あ、このシーンあれだな、トーテムのシーンだ。うわ、ちょっと待って、喋れない、あんま喋れない、いつ動くのが来るか分かんないから。あ、これガス漏れやばくない？え、電気をつけて爆発させってこと？あ、あ、ナナコさん、ようやくにありがとう。ちょっと今のタイミング、またにしましょういや、ボドさんやめましょう、そういう振りやめましょう。なに、外でやって、外で、中でや、ちょっとコメント見れない、ごめん。あ、危ない、なに、あ、それ触んない、危ない、あほ、あ、おい、クリス投げるもんだ、クソ。あ、え、スイッチに向かう、マイクを救え。いや、マイク置いてけない、どうしよう、マイク、でもマイクだけは救いたい、俺マイクは救いたい。あー、やばいぞこれ、あ、死ぬ。え、あ、アシュリー、お前も、あ、喋れない、喋れない、きつい、あー、危ねえ、あ、なに、あ、白内障あった、今白内障、あ、スイッチに向かう、隠れる、あー、スイッチ向かっても足で勝てないでしょ、隠れよ、とりあえず勝って隠れよ、はい、いや、ダメ、ポンタさんダメだよ、動けちゃダメ、あー、行っちゃう、ミニまでどんどん減ってく、みんなコメントしないで、このタイミングコメントしないで、あ、あ、危ねえ、あ、なんか走る、隠れる、うわ、走りたいけどどうしよう、もう一回隠れよう、わかんない、とりあえず隠れよう。みんなコメントしないで、ちょっと、あ、あ、置いてかれる、マイクに置いてかれる、え、走ればよかった、やばい、なんかコメントが動いてるのが見えるけどやめて、コメント動いてるの、うー、怖い、やめて、あー、走るが正しいの、あ、走った、あ、いいんじゃない、あー、危ない、早く、おー、ナイス、誰あれ、お父さん、サムのお父さん、あー、あ、これトーテムのシーンだ、あ、あ、しんど、
しんどあ、あれクリア。あ、クリアか。あーしくったな。じゃあ俺あれか、ジェスだけ死んでしまったんだ、最後の今日の選択肢で。あ、マジか。うわ、あれ隠れてたらよかったのかな。あー、うわー、いやー、長きにわたりこのシリーズやってきたな。かポタさんありがとう。でもクリアでいいんだよね。クリアでジョシュって生きてたかな。死んだっけ。死んだな。あ、ジョシュもそうだ、連れてかれたままだっけ。 ある男の人が。そうだね、確かそうだね、ジョシュも連れてかれたままだよね。ってことはあれか、6人生き残ったのか。他に同じ、あ、警察の事情聴取って。ああ、なるほど、これもシーンか。ああ、もちろん。友達が彼を殺した可能性は。え、クリスってカラコン並みに黒目小さいよね。あなたは何も分かってないな。そうじゃなくて、彼に襲われたら。彼は僕を助けて僕の目の前で死んだ。誰の話だっけ。火炎放射の人だっけ。火炎放射の人、ジェスのね、あそこに何でいたか。あー、ポンタさん死んだんだ、やっぱりあれ。あー、そうなんだ。何がダメだったんだろう。でも女子よく分かんなかったな。私に銃を突きつけたの。私の顔の目の前に撃つ気だった。危うく撃たれるところだったわ。あれ、エミに何があったっけ。彼のことは知ってるって思ってたのに、あんな最低な男だったなんて。俺はまさにそこにいた。何かできたはずだった。俺は助けようとした。あー、ジェスね、今日のシーン。救えなかった。うわー、あれ隠れてたのが良かったのか。俺たちを痛ぶって、だからジェスを襲ったのはあいつだと思ったんだ。なるほどね。彼とは親しかった。妹たちが行方不明になった後もよく。ジョシュだね、うん。自分を理解してるのは君だけだって。私たち。何何何。って思ったの。おならで爆発死んだ。おじゃナイスなのだって。どういう会話が行われてんの。いや確かに、あの、暗くならないけど、その会話。私元気出るけど。彼を刺して逃げようとしたんだけど、知らなかったの。本当に知らなかった。アシュリーはなんか最後まで取り乱してたよね。で、俺よく分かんなかったのが、エミリーが噛まれたっていうところがあって、前回かな、前回で、アシュリーが隠したのが意味わかんないんだよね。だから隠した選択肢したのは俺だけど、隠した選択肢があったことがわかんないんだよね。無事なの。聞き取りは終わったの。ちょっと心配なの。なんでみんなあの右鼻から話出てんの。左からはちゃんとしてんのに。私ちょっとばかり嫌な態度取っちゃったけど、でも彼のことをすごく愛しているのよ。彼もアイシャドウすごいな、ね、いや確かにね、ポンタさん怖くないけど。信じてくれなくたって別にどうでもいいの。どうせ信じる。確かに怖くないけど。あの炭鉱に、あれ、この人ハリーポッターみたいな傷あるぞ。炭鉱には何があるね、おでこに傷がある。忘れられるなら何でもする。あ、終わり、終わりか。あ、終わりだ。やったー、やったー。なのか、夏の最初ぐらいに始めたかな。いつだったかな。夏中にね、絶対に終わらせようと思ったシリーズが、こう夏を伸びて、9月もうちょっと終わってないかかけて、まあ、そこまで伸びちゃったけど、とりあえずクリアできてよかったかな。うん、寒くなる前に終わってよかった。はぁ、あ、よかったよかった。まあとりあえず結果としては、ジョシュと誰だったかな、ジョシュとジェスか、似てんな名前が。ジョシュとジェスの2人が死んじゃったけど、残り6人は生還しましたっていうとこね。うん、でウェンディゴは結局炭鉱の作業者が変異したものだった。うん、で、あの火炎放射の人は、よくわからないモブキャラ、
完全に出てきて瞬殺でやられてった人ね。うん。